この時代ですね、運動不足が引き起こす病気っていうのもたくさんあるんですよね。多くの病気の原因が、運動不足にあると言っても過言ではないという状況なんですよね。で、運動不足が何を引き起こすかっていうと、いわゆるお腹ポッコリのメタボリックシンドロームですね。こういったことが動脈硬化という血管の老化を引き起こして、脳卒中とか心筋梗塞とか、あるいは血圧があれば大動脈瘤の破裂だとか大動脈解離だとか、いわゆる突然死を引き起こすような病気の原因になっているわけですよね。座りっぱなしの原因は生活習慣病の悪化だけではなくて、認知症だとかがんの原因にもなるという研究結果まで出てきているんですよね。将来健康寿命を延ばしてですね、自分の力で自分の足で歩いて生きていくというためにはですね、丈夫な骨や筋肉を作らなければいけないですよね。このためにもやはり運動というのは非常に欠かせない要素だと思います。さらにですね、運動をしないことによって病気が悪化していて、もうすぐにでも運動してほしいという人でもですね、なかなかこう運動をやってくださいねと言っても、1ヶ月後にどうでしたかって聞くと、いやなかなかできなかったです、そんな方の理由を聞くとですね、だいたい時間がないとかね、暑いからとか寒いからとか、なんか花粉が飛んでるとかね、はたまたこうあちこち痛いからできないんだっていう言い訳ばっかりこうする方も多くてですね、そんな言い訳を一つ一つできないようにですね、じゃあこれだったらできるでしょうという落としどころをこう追い求めていった結果生まれてきたのがこのゾンビ体操なんですよね。要するにゾンビ体操っていうのは、その場、自分の立つだけのスペースで、そして約3分間から5分ぐらいの時間があればですね、その場でできる有酸素運動なんですよね。この生活の中にゾンビ体操を組み込むことによって、全く運動していませんという答えがですね、1日約30分歩くぐらいの運動はしてますよと自信を持っているような状況になるわけですよね。皆さんね、忙しかったりなかなか運動ができない環境において、このゾンビ体操をやっていただくだけでですね、その運動不足から来るさまざまな病気を防ぐだけではなくて、メタボッパラもですね、へこんできて足についたお肉も取れてですね、こうスマートに若々しく生きるという、ダイエット効果もね、期待できるわけですよね。で、この運動不足の生活の中にですよ、ゾンビ体操を取り入れるだけで何が起こるかというと、まず生活習慣病の原因となっている内臓脂肪の蓄積が取れていきます。お腹がへこんで痩せていき、生活習慣病の悪いデータが正常化していきます。それとともに直接的にですね、私たちが筋肉を使うと、そこからブラジキニンという物質が出て、このブラジキニンは血管の中の壁からですね、血管の内側の壁から NO というガス状の物質を出して、この NO がですね、私たちの血管をどん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 しなやかに開いていってくれるんですよね。そして傷ついた血管も修復してくれて、若々しい状態に保ってくれるということを行ってくれるわけですよ。ぜひですね、生活の中に手軽な運動を取り入れることによって、皆さんの血管をマッサージしていただいて、若々しいしなやかな血管をですね、いつまでも体に持ち続けてほしいなと思うんですよね。